月福岡を舞台にした令和初のビッグレース SG 第46回ボートレースオールスター。ファン投票は人気と実力の証、一票一票の思いに応える走りで福岡水面を攻略。ファイナルに勝ち上がったのは1号艇兵庫の吉川元博、2号艇佐賀の峰竜太、3号艇岡山の茅原裕樹、4号艇埼玉の桐生純平、5号艇山口の白井英二、6号艇愛知の平本雅幸、以上の6名で優勝戦第12レースを行います。インには1号艇吉川元博です。人気の中心、平成最後の SG クラシックを制した吉川が令和最初の SG オールスターも勝って SG 連覇へ、人気に応える走りとなるでしょうか。陰線です。そして2コースに入ってくるのが2号艇の峰竜太、3年連続ファン投票1位に今年こそ優勝で応えます。3コースにも3号艇の茅原裕樹、定番通りです。足は納得の仕上がり、2014年グランプリ以来の SG タイトルへ。そして4コース4号艇桐生純平、準優はラストターンマークで大逆転に成功、この優出切符をもぎ取りました。5コース5号艇白井英二、抜群の攻撃力でこのオールスターは2年連続、今年の SG も連続優出です。そして一定ダッシュに引いた6号艇平本雅幸、オールスター初優勝を狙う5人を相手に43回大会覇者が大外から5対1に分かれました。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1番3番4番が覗いたスタートにコースが若干へこんでいます。出ていく1号艇の吉川、1番クロゼッカイ、逃げる1号艇吉川をまくる3号艇の茅原、そして2号艇4号艇のバック側、先頭は1号艇の吉川元輝、逃げています。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇吉川、すでに独走。2番とは6番2番3番5番と4艇並んだ状況。これから2番クロゼッカイへ、トップで回るのは1号艇吉川、2番手は6号艇平本が先に回る、逃げる2号艇の峰は流れた、内側から5号艇の白井、2番手は6号艇の平本に迫る5号艇の白井、外からは3号艇茅原、2号艇峰が追いかけて、最後方が4号艇の桐生です。そんな中先頭はすでに1人旅、1号艇の吉川元博、2周の1番手をトップで回り、2番手は6号艇の平本が先に回る、さす5号艇の白井、続いて3号艇の茅原、2番争いは6番5番5番6番、この2人が並んでいます。内側に5号艇白井英二、アウトコースは6号艇の平本雅幸、その後ろは3号艇茅原と2号艇峰が並んで、最後方が4号艇桐生、2周にマークトップ1号艇吉川、2番手は5号艇白井が先に回る、さす6号艇の平本、2番手は5号艇の白井が一歩かましてきました。現在2番手5号艇白井英二、すぐ後ろから6号艇の平本雅幸、上位3艇は1番5番6番で優勝戦最終周回です。先頭で悠々と待っていくのは1号艇の吉川元輝、2番手5号艇白井英二、3番手は6号艇の平本です。さす2号艇の峰が接近、さあ3番手6号艇平本に迫ってきた2号艇峰、さらには3号艇の茅原、今度は3番手が2番6番並走で、すぐ後ろから3号艇茅原となっています。そんな中先頭独走1号艇の吉川は通算85回目、3月のクラシックから SG 連覇、オールスターの初優勝へ、2番手5号艇白井、3番手2号艇峰が逆転しました。まもなくゴール、1番吉川優勝5輪、5番白井5輪、2番峰5輪、6番平本、3番茅原5輪、4番桐生5輪、以上優勝戦全艇5輪しました。プレッシャーも跳ねのけて見事人気に応えての優勝になりました1号艇吉川元博選手、これでクラシックに続いての連続 SGV となりました。1号2という組み合わせです。吉川選手、そして2着には5号艇の白英二選手、3着に2号艇峰竜太選手が入っています。いや最後まで船券熱かったですね。いやすごいバトルでしたね。